ダンミシことね、まほ、私たちはチゴです。はい、というわけで本日はですね、はい、夏ということで、はいはい、夏といえば何ですか？祭り。おお、そうですよね祭りとかいろいろあるんですけど、はい、実はもう一個イベントがありました。心霊なんですよ。今回ね、ちょっとはるか体調不良で、はい、ちょっと今日は休みなんですけども、はい、チェゴの中でもね、はるかと私がめちゃめちゃ心霊大好きで、うん、そうだね、いつも言ってますもん。はい、今回は夏ということで特別に心霊のプロの方に来ていただきます。おお、お話とかめちゃめちゃ面白いので、これを機に、はい、真帆さんもちょっと心霊の世界に引きずり込むと思います。やだでもすごい楽しみです。はい、では早速お呼びしたいと思います。はい、七不思議のお二人です。七不思議さんはテレビや YouTube で怪談を披露し活躍されているお笑い芸人さんです。大赤身のぶさんと吉田モーモーさんの2人で構成されており、中でものぶさんは少々霊感をお持ちのようで、2人の YouTube チャンネルでは実話恐怖体験や都市伝説など披露しておりますので、ぜひ見てみてください。そしてなんと私琴音も実際の怪談話を話させていただいたので、そちらも絶対ご覧ください。どうもお願いします。どんみしーやっぱ言うと思った、ね、44歳です。先に年齢言うんですね。すいません、七不思議の吉田モーモーと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でも手は若見信と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、お二人は芸人さんなんですけど、はい、そうです。怪談のお話もされてるということで、はい、ちょっとプロな方で緊張しちゃうんです。心霊のプロではないです愛子さん、いや、そうそうそう、霊能者の方になってくる、お話をしたりするのは得意でもらってますので、ありがとうございます。本当にいつも楽しく拝見させていただいて嬉しい。なんかチャンネル見てくれて高評価もしてくださってる。マジでこっち今回ね、七不思議さんのチャンネルの方で階段の方を話させていただいたんですけども、怖かったですよね。お話怖かったです。はい、お願いします。本当そこ疑わないでください。本当に言ってますよ。本当に怖かった。怖かったですよ。ありがとうございます。はい、でですね、はい、私たちの視聴者さんはですね、はい、小中高、はいはいはい、女の子とかが多くて、はい、うん、真逆ですからね。真逆なので、ちょっと今回はみんなのためにもちょっと心霊を触れていただこうと思いまして。なるほど。小学生にね、小学生に心霊を好きになってもらおうね。なるほどね。はい、ということでお二人に質問形式でいろいろと分かりました。はいはいはい、ぜひぜひ。で、まあちょっと会談とかも話していただこうかと思いますので。はい、了解です。はい、よろしくお願いします。お願いします。2018年の8月の1日に結成したコンビなんですけど、はいはい、その前から別々のコンビでお笑い芸人として活動してたんですよ、はい、その時怪談とかを話されてた？僕は全然話してたんです。僕は話してたんですよ。僕が解散して一人になってて、で誰か相方おらんかなと思って探しながら一人で活動してた時に、あ、そういえばあの人おったなと思って、うん、このおじさんがいたんですよ。そう、もうその結成は4年ですけど、はい、知り合ってからだと20年以上超えてる感じですね。そうなんですよ。で、その話してる中でお互い結構怖いこととかが趣味があったんですよ、ね、で、俺はもともとお化けとかオカルトが大好きで、で、彼の場合は実際その見たこともある、うん、そうなんですよね。そうなんですよ。体験したことがあるんで、うん、で、俺からすると、あ、すごいね、じゃあ教えてです、どんな話とかみたいなやってたんですよね、ずっとね、そうそうそう、そうなんですよ。実際に話にもあったんですけど、ノブ、はい、さんが霊感が強いんですよね、うん、そうですね、霊感はあると思います。そう、噂によると、はい、今この部屋に、はい、よくいるって聞いたことあって、はいはいはい、今もいます。今いるかどうかは現時点ではちょっとわからないですけど、多々ありまして、そういう現象が音声とかに乗っかってきたりするんですよ。だからこれ、それこそ YouTube 撮ってる時に、あの女性スタッフさんがいないのにもかかわらず、うん、笑い声聞こえたりとか、
ごっつになりましたよね。過去の回見ていただいたら多分そういう回とかも出てくるんですけど、普段私たちが撮影してる場所がこれの隣の部屋なんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。はい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 、はい、なるほど。ここにいる霊が、はい、こっちに移動したりとかっていうのは全然あると思います。でも待ってよ、分かった。あの黒い部屋ちょっと気持ち悪くなっちゃう。そう、気持ち悪くなるんですよ。今治ったんですけど、はい、私たち最初マジ気持ち悪くなって、なぜかあそこの部屋やるとなんかみんな体調なんかあみたいな、なんかだるいみたいな、そう、なってたんだよね。そう、3人が共通して怒るとね、もうみんな、みんなそうだったね。だから我々とね一緒にこうなんか番組とかやってる他の芸人とかがあっちの部屋でめっちゃ滑ったりしたんで、その影響が残ってる可能性があるんですよ。そういうこと、これは良くない。そういうこと、一番良くない、もらうと一番良くない。そう、運気が下がって、運気が下がって滑ったやつの生き量は一番運気が上がる。それはやばいですね。次回すみません、違う部屋でお願いします。高校生の時って、わー怖い、やだ、もうない、怖い、マジで怖い。高校生の時だけで怖くなってるのすごいじゃん。いいお客さん、ね、まだまだこれからです。で友達がね、バイク取ったからつ、バイクの免許取ってバイク買ったからつって合計6人で行ったんですよ。でその6人のメンバーっていうのがまあ僕でしょ。で仲いい2人で、この仲いい2人僕含めて3人はバイクの免許持ってなかったんで、後ろに乗って、でこのバイクの所持者たち、この3人なんですけど、この1人とすごく仲がいい、高校の友達なんですよ。でその連れみたいなのも2人いてて、で会ったことあるけど僕が仲良かったのはこの2人だけなんですね、後ろに乗って。でこの6人で肺病院があるからっていうので、神奈川の方にあるその肺病院行ったんですよ。で行ったらまあ噂通りね、入られへんようにこの鎖がバーってなってて、でもまあ侵入者がいたんでしょう。それがちょっと切れててね、中に入れるようになってて、で中なんですけども雑草とかがブワーッ茂ってて、でもうなんかボーボーだからもう上の方まで雑草とか来てて、かき分けていかないとあかんぐらいまで茂ってて、でみんなで適当にね懐中電灯人数分ないんですよ。でもう3つぐらいしかなくて、でこう行ってねかき分けていってパッて出たら目の前に木造2階建てのボロッボロの廃病院がズンって出てきたんですよ。怖いね、迫力あるね、ドーンっていうね、やめてよ。でしかも入るんでしょ。そう、俺は嫌だって言ったよ。でそしたら行こうぜって言うわけなんですよ。でね、一回ちょっと入り口の方をこう覗いてみたらもうボロボロで、どこがどの部屋かもちょっとわからんぐらいもうボロいんですよ。でおそらく木造2階建てのそんな病院なんてだいぶ昔の建物だから危ないよっつってて、で、もう床とかももう穴開いたり、なんかちょっと湿りすぎてて、ムヒューみたいになるんです。湿ってんの？そう、もう湿気で、木切りやからもう水分含みすぎてて、踏むとグニューみたいになるから危ないからっつってて、で、右に行くルートと左に行くルートがあったんですよ。別れて行こうぜって言い出して、ね、いやもうやめとこうよっつったんやけど、俺と仲良かった2人、3人は右ルートで、その3人他の3人は左ルートで別れてったんですね。で別れてって、でじゃあ後でなっつって僕ら3人は右ルート行ったんですけど、ちょっとしばらく進んでって、ちょっとしたスペースのところで、いや怖いなみたいなやり取りしてる時に、懐中電灯を持ってたやつが俺のね顔を懐中電灯でバッて照らしてびっくりさせようとしたんですよ。でその友達が俺の顔に懐中電灯バッて当てて、俺がやめろって言った瞬間に、この本人の方がうわーってなって逃げてたんですよ。何あいつ、いやもうライトないやん俺らってなって、待って待って待ってって言って追いかけてって、でそいつ捕まえて、いやお前なんなん今のって、お前がびっくりしてどうすんのなったら、いやさ今俺がお前の顔を懐中電灯照らしたでしょ、お前の後ろに白髪のおばあちゃんがいたんだけどって言って、ここマジでやばいからやめようって言うんですよ。いやマジで怖いよここだからやめようって言ったじゃんって言ってて、あれそういえば左ルートの3人うわマジか声せえへんなってなって、そうだな何してんだろうね。そしたらしばらくして 2,3 分経ったら奥の方からね、うわー
って言いながら、うん、その3人がブワーって建物もう自分が先に逃げたいみたいな感じでブワーって出てきて怖い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 で、いいどうした大丈夫かみたいに声かけたら、うん、もう泥だらけなんですよ。黒いなんかこう墨がついてるみたいな、黒くなって出てきてて、お前マジどうしたのって聞いてみたら、いやここマジでやばい逃げろ、えどうしたのって聞いたら、その3人はその1階だけじゃなくて2階まで登ったらしいんですよ。で1階からこう階段で2階に登って、うん、ある部屋があったんだけど、その部屋っていうのが鍵が閉まってて中に入れないってなって、でその下にねなんかこう空気の入れ替えするような窓というか、うん、なんか昔の学校でよくあるのが床に近いところの小窓があったから、その小窓を開けて怪獣ネットで中見てみたんですって。そしたらおそらくなんか処置室みたい なんかこうベッドが置いてあって、うん、でカルテとかも転がってて、でこの部屋気持ち悪いねって話になったら、もうアホなんですよ、開けてみようってなったらしくて、3人でせーので3人の男が蹴ったら扉開くでしょってなったらしくて、じゃあ行こうっつってせーので3人でバーンって蹴ったら中から黒い煙がブワーって出てきて、でその煙でその3人がその煙浴びた瞬間に飛んだんですよ。何これってなって、うわーって逃げてきた、ここマジでやばいよって言ってて6人で帰ったんですね。で6人で帰ったんですけど、そっからしばらくしてその左ルートに行った一人が行方不明なんですよ。なんで連絡つかなくて帰ったのに。俺は直接のねその連絡先を交換するぐらい友達じゃないからわかんないけど、一人行方不明 でそっからしばらくして二十歳超えてからだけど、もう一人も連絡取れずに音信不通になってんので、最後に残った一人、自分で死んじゃった。ちょっと待って、だからあの左ルートを行ってたら俺ももしかしたら死んでたんじゃないかっていうお話です。怖っ、なんか嘘の話みたい。そんなん言うたらあかん。暗い、そのくらい本当に怖い。完璧な流れでしたね。じゃあモンモンさん的に、はいはい、なんか一番怖かった階段とかあります？内容で、まあ、僕はお化けを実際に見たことがないんで、いろんな人からそういう話を聞いてお話とかする中で、命を奪う系っていう意味でちょっと気持ち悪いなと思ったのが、関西の大学生が3人、A さん、B さん、C さんという3人が、まあ、心霊スポット行こうと、夏だから、まあ、ちょっとふざけてね、ちょっと盛り上がるみたいな感じで、でその中の一人の A さんというのが先輩だと、で、まあ、ちょっとリーダー格なんですよね。で行こうぜっつって B さん、C さんも従わなきゃいけないから、とあるトンネルに行ったんです。そこっていうのがすごく有名のトンネルで、まあ、いわゆる出るってされてるところ でそこに A さんがよし行こうって言って、まあ、車で行ったんですって。でトンネルの横に車止めて、じゃあ行こうぜってなった時に B さん、まあ、その後輩の方がね、トンネルの入り口に変なものを見つけたんです。変なものっていうのはフィギュア、人形、なんか軍人さんみたいな人が匍匐前進してる形で銃を突きつけてるような、こういうフィギュアがなぜかトンネルの入り口に落ちてたんですって。うん、なんとこれ気持ち悪いなと。これから入ってこうとする入り口でね、そんな場所にそぐわないものが落ちてるのがすごく気持ち悪かったらしいんですけど、その A さんっていう先輩は、あこんな大丈夫だ、こんなビビってんじゃねえよって言って、そのフィギュアを掴んで、うん、トンネルの横にある森をパッて投げちゃったんですって。でいやこれで大丈夫だよ、うん、で3人はそのトンネルの中入ってって、まあ、特に何もなかった。でトンネルの真ん中あたりでみんなでイエーイとかって写真撮って、でその日は普通に帰ってって、で3人帰ってって A さん B さん C さんね、である時にその B さん後輩のところに C さんから連絡があったらしい。なんか先輩が家に来いって言うから、今からちょっと行こうぜ、え何 A さん呼んでんの、じゃあ A さん一人暮らしなんで、じゃあそのアパート行ったらガタガタ震えてると、その A さんという先輩というのが、で携帯持って
この前行った時のやつなんだけど、ちょっとこれ見てくれって言って見せてくれた画像っていうのが、この前行ったそのフィギュアが置いてあった謎のトンネルの真ん中でみんなで写真撮った時の画像なんですけど、先輩がピースしている頭の横にあそこで投げたはずのフィギュアが映ってたんですって。なぜかはっきりと映ってるんだって。投げたのにここに空中に浮かんでる感じで、あるで、これ何だと思うって言って、いや全然わかんないですよ、気持ち悪いですねみたいな、でお祓いでも行った方がいいんじゃないですかみたいなお話したんだけど、まあ、先輩はでもじゃあみんなでちょっと酒飲んだら気紛らわすかみたいな、とりあえず寂しかったらしいんですよね。その日は誰かがいてほしかったみたいで、まあ、みんなでお酒飲んで気分ごまかして、でそれから数ヶ月立つんですよ。だから別に何もその後なかったんで、あ、じゃあ先輩のあれも思い過ごしだったのかなって B さん思ってたら、また C さんから連絡が入って、何って携帯電話出たら、あ、はい、先輩死んだよ。ちょっと待って、すごい、あの本当の B さんより驚いてる。ちょっと怖かった。連絡で、まあ、その先輩がどうやら亡くなったっていうことが分かった。でこれどういうこと、まあ、お通夜とかそこに行ったんですって。でその先輩のお通夜に B さんと C さんがいた時に、先輩のお母さんなどが出てきて、でこの度はみたいなあってお話をちょっとした時に、どういう心で亡くなったかって聞いてみたら、先輩は A さん飛び職をなさっていたと。で高いところで作業するお仕事なんですって。でそこである時足を滑らして落ちた。それで亡くなったんだけど、落ちて亡くなったというよりも、落ちたところ足場とかがいっぱい組んであるんで、突起物のようなものがたくさんあって、その自分のここの頭の眉間、この横こめかみのところをそこで貫かれるようにして亡くなったと。でそれっていうのが、あの写真で軍人さんが銃口を突きつけてたここをやっぱ撃ち抜かれるような形で、偶然のようにして亡くなってしまったっていうお話です。あの時に見たもので放り投げてしまったもので、写真で写ってた銃を突きつけられる感じで頭を建築の現場の突起してるところに突き刺さって、関連があるのかどうか分かんないけど怖いですよね。ちょっとフィギュア見つけても投げないようにしようか。フィギュア本来投げるものではないですよ。今回たくさん話していただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。七不思議さんのチャンネルの方でもっと怖い話とか、はい、面白い話とか、はい、都市伝説とかも、ね、はい、やってましたので、はい、で結構なんかもうすごい怖いから見たくないみたいな感じじゃなくて、僕は楽しそうにちょっと、そうですね、楽しい感じで怖いを楽しくみたいなモットーでやってます。よかったらチャンネルの方見ていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします、はい、ということで私たちにも七不思議さんのチャンネルの方で出させていただいてるので、はい、ぜひそっちもお願いします。お願いします。どっちのチャンネルもチャンネル登録お願いします。お願いします。高評価もお願いします。お願いします。以上、チェゴと七不思議でした。ありがとう。